人歩くいつも通りの帰り道、頑張ったね自分って言い聞かせた。頑張った日ってなんだか自分にご褒美したくなるね。ずっと欲しかったメイク道具ワンピース。家に帰ったらすぐに一人ファッションショー、こんな時間も一つの幸せなんだ。いくら頑張ったっていくらもがいたって答えはずっと見つからない。でも未来の輝く自分に近づきたいから、いつものようにギターを抱えている。朝7時半の満員電車、あまたサラリーマンに鋭い目で睨まれる。冬なのに汗が止まらないな。毎日同じことの繰り返しって感じるけど、確かに一歩ずつ前向いて歩いていけてると思うから、頑張って頑張って私は夢をつかみに行くんだ。時にはやめたくなる時もあるけど、でも絶対叶えたいから、今少しずつ成長してだってあるけど、それも当たり前よね。